今日も宇津木さんに素敵な新情報をお持ちいただいたということで、はい、あ、飛べた飛べた、あった あったこういうの。はい、どうも皆さんこんにちは、白黒チャンネルのチューニーです。グッドゲームガールズチャンネルのみそ汁です。はい、本日も FFX ビアス公式チャンネルやっていきたいと思いますが、素敵なゲストをお呼びしております。はい、どうも、スクエアニックスの、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス運営ディレクターやっております次です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テイク3でどうにかね、いきましたね。すいません、ちょっとカミカミで今日は。はい、というわけで、今日も宇津木さんに素敵な新情報をお持ちいただいたということで、はい、では早速紹介の方よろしくお願いします。はい、じゃあ、まあ早速なんですけど、今回のイベントですね、はい、今回コラボででして、聖剣伝説2をやろうかと思っております。聖剣伝説2、はいはい、いや懐かしいですよね。あ、そっか。いや、ちょっと生まれてなかったんで覚えてない。覚えてないような気もするんですけど、はい、お二人もやられてますか？僕やりました。もうやったことありますね。中学生の時にやってました、はい、結構なんかアクション RPG はい、だ、ああいう感じのアクション RPG であんまり当時ないかったんじゃないですか。普通に進んでいく ね、 こう1対1のこっちの番、はい、あっちの番みたいな感じではなくて、はい、なんだろう、もうリアルタイムで、リアルタイムでその場で操作して、アクション性の高い、うん、モーション RPG を確かにやってたはずで、うんうん、今までそのアクティブタイムバトルとか、うんうんうん、その完成だったものを、そうですね、はい、すごくリアルタイムに置き換えたっていうのがなんかすごく売りので、あとリングコマンドシステムがすごく、あー、やだね、こういうのキュンつってね、ピュンって出てきてね、くるくるって回してね、くるくる回る、はい、まあまあまあ絶対わかんないと思います。いや、面白かったんです。すごい面白かったんですよ。すごい面白かった。なんかそのダンジョンもね、結構アクション要素があって、なんかその無知で食いつかまないと進めないとか、なんかいろ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 ありますね、はい、武器の種類もすごいいっぱいあって、そうなんです、なんかそれを駆使してダンジョンを攻略していくっていう、結構アクション性の高めの、はい、シリーズだった、シリーズというか作品でしたね、はい、それ今でも何かでできるんですか？今でも、はい、聖剣伝説は1がですね、この間つい本当にこの間リメイクされて、iPhone Android で遊べるはずなので、2も iPhone Android で遊べますんで、もうよろしかったらやってみます。はい、僕らはスーパーファミコンで遊びましょうか。私はちょっとスマートフォンかな。はい、そうですね、まあまあ、スマートフォンで遊べますんで、はい、ぜひ楽しんでみてください。で、はい、まあ、そんな聖剣伝説2とちょっと今回は FFB ニートでコラボをやろうということで、はい、今回コラボイベントを開催という感じでございます。はい、はい、それでは聖剣伝説2のイベントを、の紹介なんですけど、はい、今回はですね、ウェブバトルの方ですね、うんうん、はい、で、BGM とかも聖剣2のものを使用させてもらってます。これ多分難しい、すごい BGM がものすごい多分みんなの印象というか、当時やってたユーザーさんの印象にはすごくこう強く残ってるはずなので、うんうん、きっと聞いていただいたらあっって思ってもらえるはずの、はい、BGM 使ってます。で、うんうん、今回、使ってるのがマナの聖域 と、マナの要塞という、まあ、まさにラスボスのラスですね、はい、うんうん、シーンですね。ラスボスに向かうそのシーンをちょっと今回コラボで切り取ってきて、うん、あそこに出てきたボスがですね、ジャンジャカ出てきます。今回も初級から覚醒級まであるんですけど、うんうん、連戦系のまたイベントです、はい、なるほど、はい、結構その敵キャラクターも可愛かったですよ ね、うん、そうですね、確かね、可愛らしい感じのキャラが多かったんで、そうですね、うんうん、あとはまあなんか可愛らしいんですけど、見た目結構凶悪な、凶悪、そう、凶悪、あ、なんかザ凶悪みたいな、凶悪で可愛い、そう、今回出すのが、まあ、もうズバリドラゴンウォームとかヴァンパイアロードとか、うんうん、あと結構印象に強いところで言うとダークリッチもあります。やったやった、そう、ダークリッチは BGM と合わせて多分すごいあれなんですよね、プリムとすごく関わりのあるキャラクターなんで、うんうんうん、なんかシーンとかも思い出すんじゃなかろうかとか、まあ、最後はやっぱりもうラスボスなんで真珠戦ですね、うん、はい、出たりとか、はい、なんかそんなイベントになってます、はいはい、
で今回あの収集アイテムはですね、あのこれも懐かしい、まんまるドロップっていう、いやー懐かしい、回復アイテムですね。ですあのほんとポーションみたいな感じの立ち位置で、最初からも持ってる、まあ、まんまるドロップちょっと回復するアイテム、なめなめするんですよ。ちょっと上がるとチョコになるんですよ。そうあのそうよく覚えてますね。そうそうそう、そうちょっと上がるとチョコになる、チョコになる、チョコの方がいっぱいハイポーションぐらいになる。あなるほど、まんまるドロップでこう一生懸命集めて、これを食べながら頑張る、頑張る頑張る、なめなめしながら頑張る。そのままいっぱい集めてみたいな感じ、ね、そうですね、うんうん、はい、まあ、このままのロープをいっぱい集めて、うん、まあ、あのまた交換するんですけど、はい、じゃあ交換ラインナップを、まあ、ベースはもうすでにあの遊ばれてるユーザーさんはご存知のとおり、まあ、トラストモーグリをはじめ、また各種覚醒素材とかあの専用のあれですね、装備品とかをまた揃ってるんですけど、まあ、ちょっとこの辺あの何でしょう、前回のイベントから、うんうん、まあ、またちょっとずつ改造を加えて、で今回もあの何でしょう、ラインナップの方どうしようかとか、うんうんうん、ちょっとあの少し見直し入れてもいいかもなということで、はい、あのまだ実は最終調整中です。まあ、今回あの一応予定だとあの精霊の王冠っていう、めっちゃいいですね、はい、うん、これもあのステータスアップのこの数値は、まあ、確定してる感じですか、はい、現状は。で最終調整入れたらちょっと動くかもしれません。あ、なるほど、はい、でも、まあ、防御と精神が上がるのが、ね、防御と精神が、はい、いや、めっちゃいいですね、いいですね、入れてみようかなと。帽子なんです、帽子扱いです、帽子扱いだ、ヘルム扱いじゃないです、うんうん、はい、であとはハヤテの鞭と、うんうん、あとはポロンの弓矢っていう、いや懐かしい、ポロンの弓矢とか弓矢もね、可愛、はい、らしいですね、可愛 いですね、すごく、はい、これ確か長老からもらえる、うん、あの弓矢なんで、あ、覚えてる方はあって思うかもしれません、まあ、でもポロンの、ね、はい、お世話になってる、そうですよね、さすがよく覚えてらっしゃる、なんか家あったけど。はい、精霊の王冠はあの当時あのターミネーターかな、あの、うんうんうん、レアドロップで落とすあのアイテムでなかなか手に入らなくて、これ当時これを倒しまくった記憶もある方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、ちょっとそんな3個ちょっとラインナップとしては、あとは専用のアビリティも今回用意してますので、お、うんうん、はい、お、アビリティ、専用アビリティ、はい、専用アビリティ、このキャラがつけれるアビリティ、はい、このキャラがつけれるっていうのと、あ、まあ、当然あれです、キャラ専用のものもありますし、うん、そうじゃなくて汎用でみんながつけれるものも、あ、なんか前回 の、はい、あのマジック、あ、ツインマジックとか、ツインマジックみたいな、はい、あれめっちゃ良かったですよね、あ、便利ですよね、とりあえず16個取ったでた、まあ、1人ぐらいいるだろうと思って、まあまあ、まあ、あと4つぐらいずつ取っときゃいいだろう、まあまあまあ、僕も12個取ってすごい、やっぱ本当に楽しかったの、ね、前回のイベントってはい、はい、まあまあそうですね、はい、でまあ BT も用意してますし、はい、大体大雑把というか、すみませんざっくりなんですけど、概要としてはそんなところです、はい、今回の追加ユニットをですね、はい、まあ、早速移りたいと思いますが、追加ユニットはおそらく皆さんどこかできっと見たことのある、はい、ランディとプリムとポポイの3体です。あ、はい、まあまあ、てか聖剣2というのはもうこれしかないです。そうですよね、はい、これは私でも知ってる、で見たことあります、うん、あります、あります、あ、確かによかったです、うんうんうん、はい、この3体追加させていただきます。で今回はですね、期間限定 の登場なので、はい、あれ、ずっといるやつじゃなくて、うん、決まったこの聖剣伝説2 のイベント期間中のみ、召喚に登場という、なるほど、はい、なるほど、キャラクターになります、うんうん、はい、でまあ、1人ずつ、まあ、ランディは言わずと知れた聖剣2の主人公なんですけど、うんうん、マナの剣はい、トラストマスターにはマナの剣、あ、剣ですね、剣の剣、剣、ちゃんと剣、剣、剣ですか、武器の剣、武器の剣を言ってる、だから、セラの剣ってなんかのこうアビリティとかじゃなくて、まるまるの剣じゃなくて、そうですね、武器の、はい、武器のですね、はい、持ってるのに、もうとって、まあまあ当然聖剣なので非常に強力な、はい、トラストマスター、聖剣伝説の聖剣だもんね、まあまさにそうですからね、扱い的にはマナの剣は片手剣、片手剣、はい、装備できる人がいっぱいいますね、ね、いい、そうですね、体験だとね、結構キャラ限られちゃうから、なかなかね、これちょっと、そうなんですよ、ちょっといろいろ原作と鑑みていろいろ迷いはしたんですが、うん、はい、本当はマナの剣って最後の神獣戦で、うん、マナの魔法をかけて発動するのがマナの剣なんですけど、ちょっと今回の FFB の このイベントに落とし込むにあたってちょっとどういう形がいいかなというのはいろいろ考えた上で、まあ、ちょっと開発の方のみんなとも話して、まあまあ、でもトラストマスターで持ってるのが一番やっぱり、ね、みんなが嬉しいんじゃないかなというか、納得がいくかなというか、
ここがいいかなということで、ちょっと今回はトラストマスターにマナの剣入れてます。はい、はい、プリムの方は、主にあの属性でいうと白魔法 と、うんうん、サポートですね、うんうん、まあそうですよね、うん、当時もそんな感じでしたよね、はい、ヒールウォーターで回復してくれたりとか、うんうん、はい、まあなんかそういう、まあ今回の BE だとすごく白とサポートが色濃く出るキャラクターにはあのなってると思うんですけど、うんうんうん、はい、そんなポジションで、登場する、まあ、女の子ですね、うんうんうん、でポポイの方は、基本的には黒魔法型なので攻撃型です。はい、はい、攻撃魔法をすごくたくさん持ってます、うんうん、はい、でまあなんであの なんでしょうね、あ、まあ、魔法アタッカーですっていう魔法アタッカーちょっとあの特にポポイなんかはあの 幅広い、範囲をカバーしている黒魔法同士ですし、魔同士というか、はい、まあ、黒魔法使いですし、プリムの方は、サポートを結構いっぱい持っている、うん、ちょっとここで詳細までいろいろ言ってしまうと長くなるのでちょっとあの詳しくはお知らせを、まあ、そうですね、はい、ランディ君はもうあの何でしょう、原作準拠でゴリゴリ のゴリゴリの物理アタッカーゴリゴリのあのあれなんですよ、ランディは魔法使えないんです。そうなんですよ。そうなんです。で使えないんです か、あのか彼は聖剣に選ばれた勇者なので聖剣を使えるということが、はい、あの何でしょう、か彼 の, もう彼 の, あのアイデンティティめっちゃ被りましたねアイデンティティ、彼のアイデンティティですよえ、彼は、はい、ケアルすらも使えない。使えない使えない、ね、まあ、基本的には魔法使わない。あ、原作だとまあ使えないし、だから、はい、今回もあの何でしょうか、その辺はですね、まあ、かといって別に弱くないんで安心してください、うん、めちゃくちゃ強いです。基本的には魔法を使わずにプリムとポポイがあのそれぞれあの回復と攻撃とサポートの魔法を使うっていう、うんうん、でランディはそれを受ける、物理アタッカー、うん、結構もう、はい、なんか役割分担がきっちりしてたんですよね、この原作も。原作もかなり、うん、なのでプリムで回復してポポイで、攻撃したりとかしながら2人ともあのランディをサポートするための魔法をちゃんと持ってるので、うんうん、まあ、それでサポートしながらランディはゴリゴリ攻撃するっていう、ギュイン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 ってやるんですよ。そうそう、もしかしたらそれもね、ギュインギュインギュインってやりがあるかもしれない今日はそのアクションもちょっと、はい、あ、はい、そうですね、体験させていただけるということで、はい、アニメーションの方も、はい、ちょっと見せできればと、ぜひぜひよろしく、はい、お願いします。はい、とりあえずランに今映ってるのこんな感じです。はい、はい、もう剣持ってますね、はい、で今待機中なんですけど行動を準備するとこんな感じです。あ、バリッと構えますね、かっこいい、はい、でそのまま攻撃に行くんですけど3連発、はい、3連発ジャンプジャンプ、結構早い、発生は早い感じですね、うんうんうん、バシッと行ってくれる感じです。で魔法詠唱、一応あの設定上杖についてるケアルラーであったりとかは当然使えるので、あ、そうですよね、はい、まあまあそういう武器に付属するものとか、うんうん、モーションとしては用意してるんですけど、魔法詠唱としては、ただあの、うんうんうん、ランディ君はあのさっき言った通り基本的には魔法を使わないキャラなので、うんうん、あのよく見ると構えてはいるものの魔法の加盟エフェクトは出ています。なるほど、はい、なるほど、まあ、ただ全くあのこれをなしにしてしまうとあれなので一応用意はしています。で発動させるとこんな感じ、あ、ほとんど、まあ、力を借りてホールイメージでちょっと見たら、すごい、はい、そういうところまで考えられてんだ考えられてますね、はい、そうそうそう、こんな感じです。あ、止めた止めた、あった、あったこういうのあったこれぐるぐるまっしょいぐるぐるまっしょいね、ほらすごい、そうですね、ほんとほんとほんと、こんな感じだったの、こんな感じで、ね、当時から、はい、あのスーファミ、まあ、もちろん今回 あのドットに合わせてすごくこうドッタさんがこだわりを持って綺麗に細かく作ってくれてるんですけど、いや、すごいです、はい、これもすごい魚雷旋風切りです、いやえ、ちゃんと溜めてる、溜めてるね、溜めてるね、ちょっとね、うーっつって、うー、とろーろ、これこれこれ、え、こんな感じだったの、いや、ほんとこんな感じ、でもちなみにこの後で何なんですけど、瀕死になるとですね、瀕死になると思います、膝つく系、あ、膝つく系だ、ね、まあ、ランディはやっぱりあのそうですね、膝つく系ですね、そして、まあ、パタッちょっと結構安らか系、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 青崎系の安らか系、あのドッターさんの中 の, あの安らぎ系、安らぎ系、安らぎ系キャラとはい、勝つとこれです。あ、ジャンプしてた、ジャンプしてた、当時はあのはい、当時はすごくあの拳をいっぱいずっと振りかざ す、ね、はい、
スーファミの時はあのそのモーションだったんですけど、今回 B ではちょっとガッツポーズの後に。でもガッツポーズしてた、可愛い、ほら横見てると、めっちゃ可愛い。そうなんですよ、めっちゃよくできております。すごい、まあ、こんなキャラになっております。はい、すごい。はい、それでは、ポポイの方の説明をと思います。はい、ポポイちゃんは持ってるのがブーメランですね。ブーメランですね。なんでさっきさ、杖持ってたじゃん。ダメだ、ここらめっちゃ杖だけどね。そうですね、まあ、ブーメランですね。そうなんですよ、イラストだとあの杖持ってて、まあ、みんなの印象これにあのすごくこれが強いと思うんですけど、うん、あのこれ一応理由がありまして、あの原作であの最初にですね持ってる武器があのブーメランなんですよ。なのでちょっとここ原作準拠だろうということでブーメラン持たせて。いや原作準拠ですよ。そうなんです。いやほんとすっごいこうなってる杖持ってんなって思ってよく見たらブーメランだったって、こうなってる杖だなとは違ったって。そうなんです、まあ、今回だとですね、まあ、なんで待機モーション中もブーメラン持ってますね。いやブーメランね気になりますね。ブーメランの攻撃でこれをですね、こんな風に、まあ、構えますね。ブーメラン準備して、ブーメラン準備しましたね。ブーメラン準備して、からの投げて、途中めっちゃ速くて消えてる、もう速い。こんな、そうなんです。こんな、一回受け取っても一回投げる。そう。あ、一回がどこからどこですか？ここまでです。あ、なるほど。結構長いんだ。って感じですかね、逃げ切ですかね。逃げ切ですね、うん、まあ、途中のヒット数そのまま行くかどうかはちょっと最後に。あ、確かに、はい、くるくるしてるから、はい、もしかしたらね、はい、ただにしてもいい。ちょっとそこバランス見て決めます。はい、で、まあ、放映所、こっちが本業と言いますか。本業そうですね。いや、なんか食べてますね、ちゃんと魔法を使う人の食べ方ですね。ライディ君と違って違ってないよね。そうですね、出てます、食べてますね。まあ、発動するとこんな感じですね。おー、はい、です。で、必殺技がちょっと面白くてですね、これもまあ原作のブーメランに準拠してるんですけど、ぐるぐるぐる、かわいい。はい、まあまあ、かわいい、なんかかわいい、手回っちゃわない、大丈夫みたいな感じだったんですけどね。まあ、あのちょっとエフェクト乗ってないんで、あのすごく若干地味なんですけど、ちょっとそうですね、そうね、まあ、ちょっとなんか面白い感じになっちゃってますけど、はい、そうなんですよ。まあ、グルグル回って投げるという、まあ、ブーメランの必殺技を持っております。うん、はい、まあ、こんな感じで、瀕死が、まあ、そうですね。あ、かわいそう。ちょっとかわいそうな。支配しないでみたいな感じだったもんね。かわいそう。そんなかわいそうだよね。なんかね、哀愁漂ってる。オチューと比べると本当にね。本当にかわいそうになっちゃう。なんかここにポチューとして悩んでてもね、なんかそれなりに。絵面があれですね。だいぶかわいそうな。そうですね。はい、まあ、なんですが、まあ、ちょっととりあえずやられるとこんな感じになっちゃいます。うつ伏せ系かな。うつ伏せ系ですね。うつ伏せ系ですね。うつ伏せ系ですね。そうなんですよ。もうちょっと前のめり系です。前のめり系ですね。はい。かわいい。な感じなんですが、まあ、勝った時のポーズにはしまって、うんうん、まあまあ元気っ子なんでこな。ああ、はい、かわいい。そうですね。かわいい。はい、もうこれはちょっとあの原作にはない、うんうんうん、原作だとみんなこう腕を振り上げて喜ぶ、うんうんうん、はい、モーションがすごく印象強いと思うんですけど、ちょっとここは B 風に保管させてもらって、はい、勝ったらこんな感じ。かわいい。座ってるシーンだと、まあ、まあすみません、ちょっと原作のネタバレになっちゃうというか、あの一番最後エンディングの日にポポイが止まってる絵が出るんですけど、うんうん、まあ、なんか座ってる時、まあ、なんか座りモーションというか、なんか結構座こんなちょこんとかいう感じで座ってる印象がすごい強いキャラクターで、うん、まあ、なんかそういうところからきっとドッターさんが撮ってくれたんだろうな。なるほど、はい、まあ、可愛らしいのもあるんですけど、端から端まで余すことなくって感じですね。そうですね、すごい、うん、まだ、プリミちゃんは、そうなんです、絶賛開発中、絶賛調整中ですということは、ね、なんで今回はランディとポポイの方を、はい、紹介させて紹介です。はい、いただきました、ありがとうございます。はい、というわけで本日は宇津木さんに、聖剣伝説2のイベントについてご紹介いただきましたが、本当にありがとうございました、はい、いえいえ、新情報、いえいえいえ、はい、まあ、あの何でしょう、ファイナルファンタジーの、あの、うん、いろんなシリーズもあのイベントとしてやってるんですけど、まあ、あの今回聖剣伝説はあの聖剣、そうですね、あのファイナルファンタジー外伝ではないですけど、あの聖剣伝説とってもあの何でしょう、みんなのちょうどファイナルファンタジーを遊んでた世代もきっと楽しんでる作品だと思いますので、
はい、あのなんか当時を思い出していただけたらなと思って、結構あの背景なり敵なりあのユニットなり作り込んでますので、はい、ぜひあの楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、それとあとすいません、ちょっともう一個、お、何ですか。ですね、ま、あのもう前からあの話していた、オリジナルキャラのですね、あのシャルロットのクエストを、はい、もう目処が立っているというかですね、あのおそらくお知らせであの配信されますので、うん、すぐにきっともう見れると思うんですけど、うんうん、あのまあ、実装しますよっていうこと、気になりましたからね。すごいレインとラスベルと、ね、関係がある感じをめっちゃ匂わせてましたからね。いつ実装するんだっていう話だと思いますので、はい、あの実装しますっていうのと、そうですね、事前に一つあのお知らせ、詳細はあのお知らせを見ていただければと思うんですけど、はい、シャロットのクエストクリアするとですね、シャロット専用の、あの盾が手に入ります。はい、欲しい。なのであの専用の盾が手に入りまして、それにちょっとあのとっても便利なウィーティーが一つついてますので、あのぜひあの取ってみて、あのその目で確かめていただければ嬉しいです。はい、あのまあ、あのそうですね、きっとラスウェルとあのレインとの絡みもあの十分そのクエスト内で語られてますので、はい、ぜひあの楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ありがとうございます、はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。最新情報ありましたらぜひぜひ宇津木さん、はい、そうですね、また来てください。はい、了解、はい、です、はい、頑張ります、はい、ということでまた見てくださいね、バイバイ。はい、というわけでファイナルファンタジーブレイブ X ビアス公式チャンネル最後までご視聴ありがとうございました。ツイッターなんですけども、公式ツイッターやっております。詳細欄にリンクがありますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。 YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。下の赤いボタンをタップまたクリックでチャンネル登録できます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでまた見てくださいね、バイバイ。